はい、こんにちは、まとめです。今回の動画ではユニクロのシャツ全部買ってきて比較してみたという僕のチャンネル、まとめチャンネルでの、一番の、ね、人気企画やっていこうかなと思います。今回の全部買うシリーズ、ユニクロのシャツ編でお送りしていこうと思うんですけど、こちらの企画はね、僕のチャンネル設立当初から大人気だった企画でして、もう僕のチャンネルも運営開始してから2年目に突入してるんで、昨年のユニクロのシャツもあったりするんですよ。なので今回の比較対象は今発売されてるユニクロのシャツ同士も比較しますし、昨年のね過去作と比較して何が変わったのかなんていうところまでね、お伝えできればなと思うので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。ちなみに今回はこんな感じになっておりまして、ユニクロのシャツどんどんと比較していこうかなと思います。ということで、ユニクロに実際に行って今発売されてるシャツ全部購入してきたわけなんですけど、まあ、ユニクロ実際に行ってシャツ見てみると分かると思うんですけど、たくさん発売されているんですよ。実際にユニクロ行ってシャツ欲しいなと思っても、結局どれ買ったらいいのか、どれが自分に合っているのか、このシャツにはどんな特徴があるのかなどなど全然わからないと思うんですよね。そこで今回の動画では全部購入してきた僕が一つ一つ解説していくので、今後のシャツ選び、ユニクロでのシャツ選びに困らなくなるんじゃないかなと思います。ということで、今からいろいろと紹介していこうと思うんですけど、多分動画時間長くなってしまうと思うので、結論どのシャツが良かったのかっていうのを先にお伝えしたいなと思います。ということで、個人的に一押しなのはこちらになります。今手に持っているユニクロのプレミアムリネンストライププルオーバーシャツという商品です。こちらが個人的に一押しなんですけど、結局 TPO だったりその時のコーディネートによって適したねシャツって変わってきたりするので、一つ一つ今から説明していこうかなと思います。はい、ということで、まず一つ目こちら、エクストラファインコットンブロードシャツ。それ定番のやつですね。はい、こちら定番のユニクロのシャツとなっていて、はい、ユニクロのシャツの多分代表格なんじゃないかなと思います、はい、毎年ね必ずリリースされているアイテムなんですけど、まあ、こちらどんなシャツなのかっていうのを説明していこうかなと思うんですけど、シャツ見るときにまず最初どこ見ればいいか、デザイン的な面でいうとこの襟だったりしますね。こちらの襟はボタンダウンカラーという襟のデザインになっておりまして、こんな感じで、ね、襟先がボタンで留められているようなものをボタンダウンカラーと呼んだりします。ボタンダウンカラーの特徴としましては、例えばこの上からニットを着たときとか、襟先がねバタつかないようになっているわけです。ボタンで留められているので、そしてややカジュアルに見えやすいっていうのがこちらのボタンダウンカラーの特徴だったりします。で、前立ても見ていきましょうか。この部分前立てっていうんですけど、いわゆる、プラケットフロントという前立てになっておりまして、こちらも若干カジュアルな印象を与える、そんなデザインになっていたりします。そして後ろを見ていくと、こんな感じで真ん中にプリーツがあると思うんですけど、ここセンターボックスといって、まあ動かしやすくしてくれるようなそんなディティールだったりします。でポケットがついているっていう感じがエクストラファインコットンブロードシャツのデザイン面なんですけど、素材について見ていくと、エクストラファインコットンっていうのがまあ素材を表していまして、まあすっごく簡単に言うとすごく貴重で高級なコットン素材を使っているよっていうのがエクストラファインコットンの特徴だったりします。なのでね、綺麗なツヤ感があったりとかして、まあ素材感に関して言うとすごくいいんじゃないかなと思います。昨年買ったやつと比べると、はい、なんかシワになりにくくなったみたいですね。そうですね、加工が施されてまして、うん、シワになりにくくなったっていうところが挙げられますかね。特徴としましては、とはいえね、選択するとまあまあシワはつくので、はい、まあ、シワが気になるって人には特にお勧めするアイテムではないかなと思います、はい。はい、ということで、ここまで簡単にこちらのブロードシャツについて紹介してきたんですけど、ちょっとね最初の一発目なんでシャツの基礎知識的なところを話してるように長くなってしまうんですが、もうちょっとね突っ込んでどんなシャツなのかっていうのを解説していこうかなと思うんですが、こういった洋服のトップス、上に着るアイテムですねにおいて重要なポイントってこの襟周りだったりします。この襟周りって顔周りに来るような部分じゃないですか。ここにね人の視線って集中しやすかったりして、ここで印象って決まってきやすかったりするんですよ。なのでユニクロさんこの辺りにもちょっと力を入れてまして、例えばこの部分襟の付け根みたいな部分あるんですよ。こう大襟って言うんですよ。でこちらの大襟に注目してほしいんですけど、大襟の部分ちょっと硬くなってるんですよね。でこの襟の部分はちょっと柔らかくなってるんです。どうしてそんなことをしているかというと、大襟をしっかりと硬くすることによって襟の形をしっかりとキープ、襟の高さをしっかりとキープして顔を小さく見せつつも、この部分の襟は柔らかくしてナチュラルな雰囲気を出しているっていう、そのあたりにこだわりが感じられるなと思います。その襟が高すぎてもフォーマル感が増して、はいはい、なんかちょっとカッチリ感強いなって感じになっちゃうんですよね。ですね、なんかスーツ用で着るようなシャツを着てるような印象になったりとか、はい、それこそちょっと一昔前に流行ったような、ね、シャツの襟の形だったりもするんで、その辺も気をつけて選ぶのがいいんじゃないかなと思うんですけど、こちらのシャツの襟は素晴らしいんじゃないかなと思います。はい、ではということで、こちらの代表的なアイテム、ユニクロのエクストラファインコットンブロードシャツ、昨年のものと何が変わったのかちょっと比較してみたいなと思います。はい、ということで、今右手に持ってるのが昨年のものです。で今、つい最近購入したのはこちらのエクストラファインコットンブロードシャツなんですけど、まあ、何が変わったかっていうと、正直一番の違い、着丈がちょっと変わったなっていう。今回ユニクロのシャツでね、着丈が短くなったものが非常
目多いんですけど、このエクストラファインコットンブロードシャツの着丈が短くなっております。シャツって本来もともと着丈が長いアイテムなんで、現状に忠実に作っていたのは昨年の方なのかなと思うんですけど、とはいえね、多分ユニクロさんの方にもね、着丈が長すぎるっていう声が結構届いてるんじゃないかなと思います。なので短くなったのかなと思うんですけど、個人的には着丈長い方がね、本来あるべき姿なんで、昨年のタイプの方がちょっと好みだったりはします。あとはですね、今年からってわけじゃないと思うんですけど、僕が購入した昨年のこれ多分最初の方だったと思うんですけど、にはシワがつきにくい加工っていうのがなかったんですけど、今回はねシワがつきにくくないような加工があるんで、これ見てもらえると分かると思うんですけど、シワシワなんですよ。これ洗いざらしの状態でこれぐらいのシワ感だったんですけど、これよりはちょっと軽減されるかなっていう感じですね。とはいえ結構シワはつくんで、シワつかないのを求めてるって人にはおすすめしないかなっていうところです。ちなみにこちら洗いざらしでこれぐらいっていうわけではないので、ご注意ください。はい、ということで実際にエクストラファインコットンブロードシャツ試着してみたいと思います。はい、ということで実際に着用してみました。 170cm、55kg の僕が XL サイズを着用してこれぐらいのサイズ感になります。それつけますね。つけますね、結構ガッツリとは言わないかな、白シャツって基本的に透けるものなんで、その中でも特に透けるとかではないんですけど、普通に透けて見えるかなっていう感じです、それ XL ですよね。はい、そのサイズにしては、なんか着丈そこまで長くないですね。ですね、多分この 170cm、55kg ぐらいの体型だと M サイズぐらいがジャストだと思うんですけど、 M サイズこれで普通に着用すると結構ツンツルテンの印象になってしまうんじゃないかなとも思います。はい、はい、ということで続きましてオックスフォードボタンダウンシャツ紹介したいなと思うんですけど、先ほどはエクストラファインコットンブロードシャツっていう名前だったと思うんですよ。今回そのブロードがね、オックスフォードが、変わっているわけなんですけど、このブロードだったりオックスフォードだったりって何なのかっていうと、折り方だったりしますね。折り方の違いだったりするんですけど、具体的に何が違うかっていうと、オックスフォードの方がちょっと硬くて張りがあって肉厚っていう感じの表情になっていて、こちらのブロードの方が薄くてちょっと艶っぽい光沢があるような、そんな表情の違いがあるんで、これね2つ並べて見てみると全然違うんですけど、動画だともしかしたら分かりにくいかもしれませんが、お店に行っていただいてブロードとオックスフォードのシャツ並べてみると、これがオックスフォードなんだ、これがブロードなんだって一発で誰でも分かるようになっているんで、それチェックするのもちょっと面白いんじゃないかなと思います。なのでこちらの商品の紹介としましては、まずこの、ブロードとオックスフォードの違いを覚えるっていうところが大事なのかなと思います。襟のデザインだったり、この、前立てのデザインだったり、後ろのデザインだったり、このあたりは先ほど紹介したものと特に変わりはありません。そのシャツなんかパッカリング目立ちますね。ですよね、なんかあえてつけてるらしくて、パッカリングっていうのは縫い縮みのことだったりするんですけど、例えばね、この脇下とか見てもらえると分かると思うんですけど、ちょっとね、グニャグニャってなってるのが分からないかな、分かるかな、なんか寄ってるみたいな、寄ってるみたいなのがあると思うんですけど、これいわゆる縫い縮みで、あえてこれを出すことによってちょっとカジュアルな印象を出したりとか、ヴィンテージ感のあるような仕上がりにしているっていう感じで、これがね、こっちの縫い縮みがないこと、襟部分は縫い縮みがないこととか見てもらえると、あえてやってるんだなっていうのが分かるんじゃないかなって思います。ここダブルステッチにしたりとかして、このパッカリングが起きやすいようにしているわけですね。その状態で粗い加工をすることによって、ちょっと縫い縮みを起こしてヴィンテージ感を表現しているっていうシャツになるんですけど、個人的にシャツは結構ね、綺麗に着たい派だったりするんで、そういう人はちょっと好きな加工ではないんじゃないかなとは思うんですけど、割と好きな人は多いのかな、やっぱヴィンテージ系の仕上がり。そうですね、着やすくなります、着やすくなるかなと思いますね。それ同じ白シャツですけど、今着てるブロードと比べても、フォーマル感って違ってきますね。違いますよね、こっちの方がフォーマルに見えるんじゃないかなと思います、こっちの方がちょっとカジュアル見えするんじゃないかなと思います。はい、ということでこちらのオックスフォードシャツの昨年のモデルのものと比較してみたいなと思うんですけど、基本的には全然変わんないんですけど、やっぱ着丈が短くなりましたね。こちらが去年のモデルだったりするんですけど、ちょっと去年の方が着丈長いのが分かるんじゃないかな、入ってるかな、はい、入ってます。はい、サイズは両方 L サイズになっているんで、ちょっとね、着丈すっきりさせたのは今年のモデルの特徴だったりします。ということで早速着用してみたいかなと思います。はい、ということで実際に着用してみました。今回は L サイズ着用しております。はい、どうでしょうか。ブロードと比べたら、艶がそんなに目立たない、艶感がないかなっていうんですね。オックスフォードって基本的にそういうものだったりするんで、オックスフォードではね、綺麗な艶出てるものもあったりするんですけど、今回のユニクロのシャツで考えてみると、ブロードと比べるとちょっと艶感がなくなっていて、その代わりちょっとがっしりとして肉厚な表情があるんじゃないかなと思います。だから透け感もそこまで気にならないですね。そうですね、これはかなり気にならないんじゃないかな、ほとんど見えないって言ってもいいぐらいの、厚地になっております。
はい、ということで続きましてこちらファインクロススーパーノンアイロンスリムフィットシャツという商品なんですけど、こちら多分今 EC で見ると、スーパーノンアイロンスリムフィットシャツという商品名で出てくるかもしれないんですけど、同一商品だと思ってもらって、まず間違いないんじゃないかなと思います。なぜかと言いますと、こちらの商品番号を、EC に入れるところを、スーパーノンアイロンスリムフィットシャツの方が表示されるので、おそらく同一なんじゃないかなと思います。はい、ということでこちらのシャツについて紹介していこうと思うんですけど、まあ、大きな違いは正直あんまりないんですけど、まあ、明らかに何が違うかというと、スーパーノンアイロンということでシワがつきにくい、洗いざらしてそのまま着用できるよっていうのがこちらのシャツの最大の特徴なんじゃないかなと思います。デザイン的な特徴の違いってあんまりなくて、まあ、後ろがね、後ろのセンターボックスがなくなっているとかはあったりするんですけど、基本的にはそんな大きな違いはないんですが、シワにならないっていうのはもう本当明確な違いなんじゃないかなと思います。僕のチャンネルの方で、ちょっと前にですね、このスーパーノンアイロンシャツと、無印良品のシワにならないシャツ、どっちの方がシワにならないか検証みたいな動画も上げていたりするんで、そちらも一緒に合わせてみていただけると嬉しいなと思うんですが、結論ちょっとはシワ出るなっていう感じです。ただそんなにね気にしない人だったらもうこのまま洗いざらしでいけると思いますし、まあカジュアルだったら絶対余裕で、ビジネスだったらまあちょっと気にする人ならまあちょっと気になるかなぐらいのシワ感だったりします。こちらのスーパーアイロン何がすごいかっていうと、まあ、シワにならないようにコットン 100% っていう点がすごくてですね、やっぱコットン 100% だとツヤ感が綺麗に出やすかったりするんですよね。こちらピンオックスっていうとても綺麗なツヤ感がね感じられるような、生地感になっていまして、まあ、本当にこれでシワにならないのかなって一瞬思うんじゃないかなと思うんですけど、実際に選択してみるとそんなにシワは残りませんでした。はい、ということです。過去作と去年のものと比較していきたいと思うんですけど、こちらが去年のもので、こちらが、最近購入したものになっております。今回ね、割とちょっとずつ違いがありまして、パッと見で分かりそうなのはポケットの違いとかですかね。ポケットの形がちょっとね、三角形っぽくなっていたりとか、こっちの方が若干丸っこいと思うんですけど、そのあたり違ったりとか、後ろもですね、センターボックスがなくなっていたりとか、あとはですね、襟の立体感が結構大きく変わったんじゃないかなと思いまして、新作の方が、今年の方がちょっと立体的な襟の形になっております。これも動画でも結構分かりやすい違い、はい。かなと思います。はい、あとはですね、このボタンホールの一番下見てもらえると分かるんですけど、ちょっと向きが横になっていて、ちょっとドレスシャツっぽいようなそんな仕上がりになっております。ちょっと違いますよね。はい、ということで実際に着用してみたいと思います。はい、ということで実際に着用してみました。今回は L サイズ着用しております。はい、どんな印象でしょうか。やっぱり細身ですね。ちょっとねスリムフィットなんで細身になっているかなと思うんですけど、うん、襟の感じとかはどうかな。あ、なんか高い、結構高くて立体的な感じ、はい、なんか完全にビジネス仕様なのかなっていう作りになっていますね。はい、他と比べても、はい、ジャケットとか着た時にもたつきが少なそうですね。ですね、はい、この辺りとかね、うん、のちょっとゆとりがありすぎるとジャケット着た時に、ね、干渉してしまったりするんですけど、結構スリムフィットが細身に作られているので、そういった心配もないんじゃないかなと思います。はい、はい、ということで続きまして、こちらプレミアムリネンシャツ、2990円の商品なんですけど、結構ねデザインの違いがここから見られるので説明していこうかなと思います。まず一つ目、この襟ですね。先ほどまでここは襟先がボタンで留められているボタンダウンのシャツを紹介してきたんですけど、今回のプレミアムリネンシャツ、襟先ボタンで留められてないですよね。こちらレギュラーカラーシャツと言います。よくスーツとかで使う際のシャツってこのレギュラーカラーシャツが多かったりするんですけど、それと同じ仕様になっていて、結構ドレスライクでフォーマルな印象を与えてくれる襟の形、襟のデザインだったりします。あとはですね、この前立てを見てもフレンチフロントっていうこの縫い目が走ってない前立てになっていて、この辺りもちょっとドレスライクな大人っぽい印象を与えてくれる、そんな仕様になっていたりしますし、この後ろを見てもね、サイドにね、こんな感じでプリーツが入っているサイドプリーツになっていまして、これも肩周りを動きやすくしてくれる、そんな仕様になっていたりします。こんな感じで結構デザイン面の違いが出てきたりするんですけども、まあ、一番何が違うかって言ったら素材ですよね。リネンシャツ、プレミアムリネンという名前がついている通り、かなり高級な素材が使われています。そもそもね、リネンってすごく高級な素材でして、夏の高級素材の代名詞的なのは何なのかって言われたらやっぱりリネンだと思うんですね。秋冬だったらウールだったりすると思うんですけど、春夏で高級素材って言えばって聞かれたら、まあ、リネンがパッと浮かぶ人も多いんじゃないかなと思います。そんな高級なリネンを 100% 使用しておりまして、まあ、ユニクロのプレミアムリネンで素材にケチつける人ってのはほとんどいないんじゃないかなと思います。リネンってどんな素材なのって思うかもしれないんですけど、涼しくてすごいツヤ感がある、そんな素材だと思ってください。今回選んだこのグレーだとそんなにツヤ感って感じられなかったりするんですけど、例えばネイビーとか選んであげるとすごい強烈なツヤを持っていて、まあ一目でね高級さを感じられるようなそんなアイテムだったりするんで、まだね夏用のシャツ持ってないよって人はリネンシャツ非常におすすめです。
はい、ということでこちらが、去年のプレミアムリネンシャツで、こちら今年のプレミアムリネンシャツなんですけど、まあ、大きな違いはね、基本的に見られないんですが、まあ、明らかに、まあ、着丈は短くなったなっていう、今回ユニクロのシャツ全体的に着丈短くしてきてるんで、こちらのリネンシャツもそれに応じて小さくなっているなといった印象だったりします。ということで実際に着用してみようかなと思います。はい、ということで実際に着用してみました。 XL サイズを着用しております。どんな感じでしょうか。めちゃめちゃ涼しそうです。めちゃめちゃ涼しそう、はい、実際涼しいです。涼しい。これ、ね、撮影してる限りも結構暑くて、はい、辛いところなんですけど、このシャツだったら割と快適だなっていう感じですね。あと色味も結構気に入ってまして、ですね、このグレーの感じすごく今年っぽくていいなと思います。それ着た感じ、はい、なんかチクチク感とかあります？ほぼないと言っていいと思うんですけど、まあ、あるといえば少しだけ気になるかな、うんうん、ほぼないかな、ちょっと難しい感じですけど、他のシャツと比べたらちょっとあれなっていう感じはします。はい、ということで続きましてこちらリネンコットンスタンドカラーシャツ1990円の商品です。先ほどは今僕が着用しているシャツ紹介したと思うんですけど、こちらプレミアムリネンで、今回紹介するのはリネンコットンということで 100% リネンというわけではなくて、コットンとリネンを混ぜて、まあ、涼しさだったり光沢感だったりプラス柔らかさを兼ね揃えた、そんな素材になっています。リネンってどちらかといったら柔らかいというよりは張り感があったりして、ちょっとシャツにしては硬さを感じたりするものなんですけど、リネンコットンにするとちょっとね柔らかくなったりします。その代わりにちょっと高級感どっちのがあるかと言われると、プレミアムリネンの方がやっぱりあれなというのが正直な印象だったりするんですけど、デザイン的に何が変わったかというと、やっぱり襟から見ていくのがいいんですよね。こんな感じでね、スタンドカラーと言われる襟が省略されたような形になっていて、先ほど台襟の話とかしたと思うんですけど、まあ、そのいわゆる台襟だけになったような、そんな省略された襟の形をスタンドカラーといって、どんな印象を与えてくれるかといいますと、ちょっとカジュアルな印象を与えてくれます。いわゆるレギュラーカラーと比べるとちょっとね省略されてカジュアルな感じになっている、そんな襟の形だと思っておいてください。はい、ということでこちら実際に着用してみたいと思います。はい、ということで実際に着用してみました。 M サイズを着用しております。すごいスケスケですね。つけますね。つけます。結構今中に黒のタンクトップ着用してるんですけど、それがちょっと浮き出てきてるかなといった感じだったり、このタグとかもねちょっと透けて見えてるんじゃないかなと思います。着心地どうですか。さっきよりも良くなってますね。プレミアムリネン 100% よりもちょっと柔らかかったり、チクチク感かなりなくなっていたりとかして、着心地自体は良くなっているんじゃないかなと思います。続きましてこちらプレミアムリネンストライププルオーバーシャツ2990円の商品です。ということで今度はまたプレミアムリネンに戻ってきたということで、リネン 100% のシャツなんですけど、先ほど紹介していたプレミアムリネンシャツと何が違うのかっていうと、まず柄ですね、ストライプになったというところ、それはもうパッと見てわかると思いますし、そんなに説明するところでもないかなと思うんですけど、プルオーバーになっているっていうのは結構注目ポイントでしてね、プルオーバーっていうのは被って着用するタイプのものですね。例えばスウェットプルパーカーとかお聞きしたことある人もいるんじゃないかなと思うんですけど、スウェットプルパーカーだと被って着るパーカーで、スウェットフルジップパーカーだとジップで開け閉めして着用するタイプのスウェットパーカーだったりするんですけど、シャツでも被って着るプルオーバータイプのものであったりするんですよ。でそれがまさにこちらなんですけど、このプルオーバーって何がいいかっていうと、シルエットがちょっと変わってくるんですよね。裾に向かって若干ねふわっと広がるようなシルエットになっていて、僕プレミアムリネンシャツ自体は素材もものすごくいいですし、機能性もいいですし、デザインもシンプルで本当におすすめしたいんだけど、シルエットだけちょっとなっていうのを昨年からずっと言い続けてきていたわけなんですけど、プルオーバータイプのこちらシルエットも抜群に綺麗になっていて、非常におすすめできるシャツなので、これちょっと実際に着用してみたいと思います。はい、ということで実際に着用してみました。 XL サイズを着用してこれぐらいのサイズ感になっております。めちゃいいですね。めちゃくちゃいいんですよ。これめちゃいい。かなりおすすめしたいです。ユニクロ感ないです。ユニクロ感全然なくて、はい、でまあ、プルオーバーになってるだけでこれだけ雰囲気変わるのかとかだったり、うん、シルエットの違いだったりとかが、プレミアムリネンシャツと試着して比べてみるとすごくわかると思うので、うんうん、ユニクロに行って時間がある人とかはぜひ、ね、試着して着比べてみるのはおすすめです。はい、やっぱりさっきのプレミアムリネンのレギュラーカラーシャツよりなんかふわっとしたシルエットですね。ですね、ちょっとふわっとしたシルエットになっています。このあたりプルオーバーのタイプのものって基本的に被ってきるので、だいたいそんなシルエットの設計になっているものが多くて、結構バランス取れてるものが多かったりするんで、ユニクロのシャツではねプルオーバータイプのものって結構当たりが多かったりするんですよ。こちらのプレミアムリネンのストライプバージョンでいうと、まあ、やっぱストライプの柄もありますし、プレミアムリネンもあって季節感がねすごくあって、これからの季節とか、まあ、春夏には本当に適したアイテムなんじゃないかなと思います。逆に言うと秋冬にはねあんまり適していないかなと思うんですけど、この夏なんかシャツ1枚押さえておきたいななんていう人は、こちらのシャツ非常におすすめなんで、例えばこのシャツにねショートパンツとかハーフパンツ合わせるとか全然いいですし、フルレングスのパンツ合わせてもいいですし、これ1枚持っておくだけでね季節感結構出るんで、今回こちらのシャツ非常におすすめしたいなと、一押しのアイテムになっております。
それ、はい、XL サイズでかなりオーバーサイズで着てると思うんですけど、はい、なんか着こなすポイントとかありますか？ですね、あんまり気にしなくていいんですけど、ちょっと着てみてオーバーサイズチャレンジしたいけどなんかしっくりこないなとか着せられてるななんていう印象を感じた場合は、例えばですね、この袖をまくってあげると、袖をまくるだけで印象と激変して引き締まって見えるんで、オーバーサイズちゃんと着こなせてるように見えたりするんで、この袖まくるのがおすすめです。こんな感じで適当に折っておけばいいんですけど、適当に折っていって、まあ、最後だけね、今まで普通に綺麗に1回転ずつしてたんですけど、最後だけこの半回転ぐらいさせてあげるとちょっと自然な感じでまくれたりするんで、簡単にロールアップできるんじゃないかなと思います。どうでしょうか、左手と右手で印象って全く違うと思うんですよね、はい、これがね、右手も両方も袖をまくるともう全然着せられてるような印象なくなって、オーバーサイズ感がなくなってくるんで、とはいえね、身幅とか着丈だったりとかでビッグシルエットオーバーサイズ感で伝えることもできるんで、うまく着こなせてるような、そんな印象になりやすかったりします。こんな感じで、はい、ロールアップするのがおすすめです。続きまして、こちらファインクロスコンフォートシャツ2990円の商品です。こちらのシャツ、どんなシャツかっていうと、ストレスフリーで着用できるよっていうことを推しているシャツなんですけど、なんでストレスフリーなのかっていうと、ちょっと伸びがあったりとかして着心地が良かったりとか、イージーケアになっていて、洗濯後ね、シワのお手入れとかしなくて済むっていう感じで、ビジネス用でお手入れなしでね、毎日ヘビロテできる、そんなシャツになっているっていうのが特徴だったりするんですけど、まあ、ちょっとね、素材感の感じとかが普通のシャツとちょっと違ってジャージーな感じだったりして、まあ、ちょっとこれシャツだけどちょっと無理かなっていう人も、触手だったり、好みによってはいると思うんで、これちょっとね、買うときは実物確認してから購入することをお勧めしたいなと思います。はい、ということで、こちらが去年のタイプのファインクロスコンフォートシャツなんですけど、まあ、正直全然今回は変わらないかなって感じですね。もうシルエットも素材も機能性も特にね、変化を感じられなかったなっていうのが率直な印象です。はい、ということで、こちら実際に着用してみます。はい、ということで、実際に着用してみました。 L サイズ着用しております。なんか着用時のシワも少なくて綺麗ですね、はい、ですね、うん、パッと見の印象すごくいいシャツなんじゃないかなと思います。これで快適だからすごくいいシャツなんじゃないかなって思うんですけど、はい、実際に近くに見ると素材感独特だったりして、あ、まあ、いわゆるシャツ生地じゃないんで、はい、このあたりはね、 OK なのか NG なのか、人によって違うと思うので、実際にご自身の上で確かめてから購入するのがおすすめです。続きまして、こちらファインクロスストレッチスリムフィットブロードシャツということで、コンフォートからブロードに変わりましたよっていう商品なんですけど、ブロードに変わってこの襟のデザインもレギュラーカラーになっていたりとか、素材感がね、全然違ったりとか、これ先ほどね、今回の動画の冒頭でお伝えしたブロードシャツと一緒で、こちらもブロードになっているんで、ツヤがあって光沢があるのが特徴だったりします。で、こちらもブロードシャツで、その点に関して一緒なんですけど、今度ファインクロスってついてるじゃないですか。今僕が着用してるのはファインクロスコンフォートシャツなんですけど、このファインクロスシリーズってイージーケアになってるんで、こちらも洗濯後のお手入れがすごく簡単というのが特徴だったりしますね。あとはスリムフィットになっているので結構細身になっていたりとか、動画冒頭でお伝えしたブロードシャツとはブロードっていうところは一緒だったりするんですけど、中身はね、物自体は割と違いがあったりするんで、このあたり好みに応じて選んであげればいいんじゃないかなと思います。例えばですね、カジュアル利用するなら動画の最初の方でお伝えした方のブロードシャツですし、ビジネス利用するならこちらのシャツの方が適していると思います。はい、ということで、昨年のモデルと比較しております。こちらが昨年のタイプですね、こちらもデザインもシルエットも素材の機能性も特に違いがないんじゃないかなと個人的には感じました。はい、ということで、実際に着用してみたいと思います。はい、ということで、実際に着用してみました。 M サイズを着用しております。明らかに今回ね、 M サイズにした着丈長くて、身幅細いっていうビジネス用のシルエットになっているんじゃないかなと思います、はい、これタックイン前提で作られていて、スーツでね、着用して、このブロードのね、この綺麗な光沢感があって、レギュラーカラーって襟なんで、スーツでこのデザインがダメっていうところはなかなかないんじゃないかなと思います。あと、まあ、シャツの色的に NG とかはあると思うんですけど、このシャツこの色しかないわけではなくて、他のカラー展開もあるんで、そのあたりもご自身の状況に応じて選んでいただければいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、続きまして、ファインクロスオックスフォードシャツという商品なんですけど、まあ、同じファインクロスシリーズですね、快適に過ごせるよっていうイージーケアだよっていうファインクロスシリーズなんですけど、ブロードからオックスフォードに変わったということで、ツヤ感がちょっと消えてね、やや肉厚な表情に変わりました。動画の最初の方でお伝えしたオックスフォードシャツと比べるとちょっと薄地な感じはするんですけども、まあ、ややね、こちらのブロードと比べると厚みは感じられます。で、こちらのブロードシャツと比べると襟先ボタンで留められていて、ボタンダウンカラーになっていたりとか、前立て部分もこちらフレンチフロントというドレスライクな作りになっているに対して、こちらね、ブラケットフロントというちょっとカジュアル見えするような作りになっていたりするんで、こっちの方がちょっとカジュアル見えするシャツで、こっちの方がフォーマル見えするシャツと覚えてもらえるといいんじゃないかなと思います。はい、ということで、こちらが昨年のモデルのファインクロスオックスフォードシャツなんですけど、まあ、ファインクロスシリーズここまで見てきて思うのは特に変わらないですね。昨年と今年で特に変化は感じられませんでした。それではこちら実際に着用してみます。はい、ということで、実際に着用してみました。今 M サイズを着用しております。最初に着用したオックスフォードと比べると結構綺麗めですね、
ですね、はい、これも同じオックスフォードではあるんですけど、コンフォートシリーズの方がちょっとドレスライクで綺麗な印象を与えてくれる、そんな作りになっています。はい、ということで続きましてこちらデニムオーバーサイズスタンドカラーシャツ、2990円の商品になっております。ついにねもう全然違うシャツが出てきたという感じだと思うんですけど、まあデニムなんだよね。そもそも今までのシャツってカジュアル用のシャツといっても結構フォーマルめするようなドレスライクで大人っぽいシャツだったりするんですけど、デニムのねシャツになってくると結構もう完全にカジュアルアイテムと言ってもいいんじゃないかなと思います。本当にデザインもね襟を省略したような形になっているスタンドカラーになっていますし、根本的にね洋服全体の中でも結構カジュアルな位置に分類されるそんなシャツになっております。こちらデニムシャツということでワークっぽくダブルステッチで仕上げられていたりとか、そのねワークを感じさせるようなディティールデザインがあったりはするんですけど、それをね、あんまり主張させないように糸を見えにくいような仕様になっていたりとか、例えばスタンドカラーにしている点だったり、このゆったりにしたシルエットにも言えるんですけど、今っぽい感じで昔ながらのデニムシャツそのまま作りましたというよりはちょっと今っぽくアレンジされているといったシャツになっております。はい、ということで昨年のモデルと比較しようと思ったんですけど、昨年の方ちょっと襟がねボタンダウンカラーのタイプのものしかなかったんで、ちょっとそもそも襟の違いはデザイン的に違ったりするんですけど、その他はね全然違いが見られなかったですね。ほぼ同じアイテムなんじゃないかなと思います。はい、ということでこちら実際に着用してみます。はい、ということで実際に着用してみました。 M サイズを着用しているんですが、まあね商品名にデニムオーバーサイズって書いてあったりするんですけど、そんなに言うほどオーバーサイズではなくてですね、ちょっとリラックスしたシルエット、ちょっと緩めの今っぽいシルエットぐらいに思ってもらえるといいんじゃないかなと思います。やっぱダントツでカジュアルですね。ですね、もうデニムの時点で結構カジュアルな素材感だったりするんで、はい、それでねスタンドカラーになっていて緩いシルエット、うん、ということで結構ねカジュアルなシャツだったりします。なのでちょっとコーディネート難しかったりするんで、ちょっと中上級者向けのアイテムなのかなといったところです。はい、ということでここまでユニクロのシャツたくさん紹介してきたと思うんですけど、結論プレミアムリネンのストライプのプルオーバーシャツが非常におすすめです。でそれ以外は正直去年の方が良かったなっていうのが率直な印象で、個人的にはそんなにおすすめしておりません。今までこの価格帯のシャツといえば結構ユニクロさんの独壇場だったなという印象だったんですけど、今年はちょっとそんなこともないのかなと思っておりまして、他のブランドさんのもねたくさん紹介できればなと思います。ちなみに山崎さん的にはどれが良かったでしょうか。やっぱり同じく、はい、リネンのプルオーバーですね。ですね、はい、ここちょっとね違いが出なそうなんで、うん、2番目に良かったの、2番目に良かったやつ、はい、ノンアイロン。あ、スーパーノンアイロン。スーパーノンアイロン、あ、まあ楽だからって感じですかね。はい、そうです、完全に機能性で、完全に機能性だけで選んだ、はい、確かに楽っていうのはすごく重要だと思うんで、重要だと思います。特に仕事でね、はい、でも疲れてる時とか朝一時やってらんないとかもあると思うんで、アイロンとか、うん、そういう時には非常にいいんじゃないかなと思います。はい、じゃ逆に2番目に良かったのやつ、正直もうないですね。うわ、2番目はないかな。でもそのビジネス利用っていう意味で言ったらスーパーノンアイロンもいいですし、うん、ファインクロスシリーズも良かったりするんで、うん、まあ、カジュアルでね、使うのであれば特になかったりするんですけど、ビジネス用であればユニクロのシャツすごくいいのたくさんあるんじゃないかなと思います。はい、ということでここまでシャツ全部買ってきて比較してみた、お送りしてきたんですけど、それぞれのシャツの特徴だったりサイズ感が分かったと思うので、オンラインでの購入でも失敗がかなり減るんじゃないかなと思います。今後もこんな感じでカテゴリーごとに、例えばショートパンツ全部買ってきて比較してみただったり、 T シャツだったり、半数シャツだったり、ポロシャツだったり、いろいろやっていこうと思うので、この動画良かったと思った方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。あとは要望がもしありましたら、今回のねシャツとユニクロのコラボラインのシャツの比較なんかもやっていこうかなと思います。そのあたりも反響もらやっていこうと思うので、チャンネル登録だったり高評価ボタンだったりで何卒反応もらえると嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。